断じ。になってきましたので、ちょっとあれを作ろうよ。はい、行こうか。逆ね一応ね、これが書いてあるから角張り弾頭でニンニクの芽を行こう。はい、あー落ちた。今日さ今日さ落ちるよね、これはね。よいしょ、エリンギでございます。手で裂いた方がいいね。これね、包丁でもいいんだけどね、手で裂いた方がね、美味しいんだよ。よしよし、よし。そうしたら私の大好きな飴を行こう。はい、砂肝ですよ。行きましょうよ、行きましょうよ。砂肝はこの白い部分が硬いんですよね。本当は削ぎ落とすんですけど、私はめんどくさいのでこれを断ち切るぐらいにします。まず半分に切って、ここの白い部分を断ち切る。これぐらいザクッとね。よし、ダン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 ジ。よし、暗くなってきたからちょっと電気つけよう。1個2個くらいでいいかな。よし、これつけといて、よし行こうか。ダンベル寄せて、ダンベル寄せて、ハツ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 。オーケー、トゥー。さあ、はい、まずオリーブオイル、たーっと、オッケー、はい、まずは砂にもいこう。あ、どうだよ。よいしょ、よいしょ。イタリアンハーブミックスっていうね、これ香りソルトってやつ、これ買ってきました。これ行きましょう。この砂肝ちゃん独特のね、こいつだけのオンリー歯応え、オンリー歯応えになりますよ。オンリー歯応えじゃないこれがうまいんだよ。よし、そしたらここにさ、ニンニクの芽をドバッと、はい、食べましょう。ちょっとオリーブオイル足し、よいしょ、はい、そしたら、追加ですよ。さっきのソルト、もう一回、これだね。よし。で、ここにさ、バターでしょ。バターを、ジュバーっと、ジュバーっといってさ、オッケー、ちょっと炒めてってさ、じっくりね。じっくり、じっくり。よいしょ、落っこちゃった。許せできません。オッケー、しょうがねえわ。しょうがねえわ。こんなままた落ちちゃったよ。おいおい。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、慎重に行けよ、慎重に行けよ。よし、いい感じ、いい感じ。よしよし、そしたらここにさ、バターいったんだから醤油でしょ。よいしょ、これはうまいだろうかよ。これさ、あとちょっと炒めてって食べようよ。もういいんじゃないのこれ、ね、うまそう。ちょっと一個行こうよ。ちょっとこのニンニクちゃんと、はい、このニンニク麺と一緒にさ、この砂肝ちゃん行きたいね。難しいか、難しいか。よしよし、三つ掴んだ、行こうぜ。あ、これは最高にうまいぞ。これ
さっきのあのバジル、なんだハーブ、あれ効いてんね。うまっ、めちゃくちゃうまい。ちょうどいいお味だ、ちょうどいいお味だな、これはな。お味ダンジがお味とか言ってんじゃねえ。よし、行こうよ。ダン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 ジ、これほんとうまい、これやばいぞ。うめえこれ、やべえ。あ、これニンニクだけどさ、エリンギちゃんがいい感じ、ナイス相性だよこれ。ほらビールだよ、ライジャー、ライジャー終わったぜ。はい、これ最高じゃん。あ、歯ごたえ最高。うん、バターいい感じ。あ、落ちた。消す消す。これはハッピーバルボアだよね。ハッピーすぎる。いや、これはいいキャンプ飯だわ。本当はね、言葉はいらない。喋りすぎだろう。うん、相当うめえな。ダンジのキャンプ飯史上ちょっと驚くぐらいうまい。うん、ダン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 ジ。午後5時でございます。あ、焚き火切れたね。うん、ま、辺りは暗くなってまいりましたよ。ちょっと上向けてみましょうか。ほらこんな感じね。山の中だからあっという間に暗くなっちゃうね。いや、これほんとうまいな。うん、最高。久々に沢の音が聞こえるね。キャンプ場に来まして、もう私はハッピーバルボアでございます。本日2回目。いやー、ハッピーバルボアだろこれは。最高。で、今日はですね、私が YouTube をまだ始めたばっかりの頃、新戸キャンプ場でお会いしてとてもよくしていただいたパパママという方がご夫婦でこのキャンプ場にいらっしゃるということなので、この後ちょっとだけお邪魔してみたいと思います。行ってきます。ダンジー